はい、おじいでーす。さあ、朝早くね、もう、7時頃からね、もう、大片付け、玄関、ここにあった荷物を全部、こう山にあったでしょ？片付けて、自転車も今、外に出して、で、庭のね、植木ね、ジャスミンが置いてあるから、ジャスミンも、段になってるから、上に置いて、というか、こっち側開けたら、こう、冷蔵庫が来るようにね、今、場所を、あげたところです。ほんとね、今、足と腰が悪いから、重たいもの大変なんだよ。何度も何度も動かして。で、ほんとね、アマゾン昔来ことに、ね、もうあれから、どれぐらい経つ？一週間ぐらいはもう平気で経ってるよね。今日は、20日だっけか。今日何日だっけ？今日20日か。ね。アイリスオヤマの、ちょっと明るいね、冷蔵庫がやってきます。ね。それはなんでかというと、これが、初期不良だからです。ね。傷とかね、そういうのはいいんだよ。よいしょ。断熱材がね、飛び出てるっていうか、これね、もう暑くてこうピントが合わない。ね、楽天ハンド頑張れ。ね。で、中の、この断熱材って、まあ、視聴者さんがね、教えてくれたけども、まあ、これがどこまで飛び出ていたか、ね、これがポロポロ取れるもんなんでね、こう、無理やりに挟まって、ガチャーンってなってるので、もう歪んでるんだね。無理やりくっつけてるんだね、これね。で、こういったものが、検査をパスして通ってくる。ね。ほんとね、しょうもない。ね。で、まあ、アウトレット品で買ったわけでもないし、ね。毎回、アマゾンのセールでね、ほんと定期的に、1ヶ月に2回ぐらいペースぐらいかな。グラフ見るとわかるよね。同じ値段で買ってるので、まあ、特に中古買ったわけでもないし、この、ちゃんと、ね、間にパッキンもあるだろうしね、収まるところに収まってないっていうのは、やっぱり気持ちが悪いからね、これはもう交換したい。ところが交換ができないから、返品して買い直しっていうね。ね、もう全然ね、合ってない。おかしい。ね。でも、アイリスオヤマ、ね、ここの問題もあるよね。うん、今この角度だと、もう見にわからないかもしれないけど、まあ、いつも立ってるポジションからちょっとわかりやすいかな。ね。ほら、いつもこう、こうやって眺める状態だと、すごいわかるでしょう。ここね。表にビニールが貼ってあるんだけど、ビニールが貼っていないところ、ね、ここがすっごい擦れて汚いの。これね、びっくりするぐらいね。これを毎日見なければならないので、まあ、黒を選択すると不愉快なことになる。ね、白だったら目立たないかもしれない。なんでここだけ、汚いのっていうと、このアイリスオヤマっていうね、このシールが貼ってあるんだけど、このシールを汚さないために、保護ステッカー貼るんだね。だから、そこに被らないように、わざわざ、このシート、この奥までこうやってね、こうやって被したのここだけこうやって切ってやるんだよね。で、なんか製造工程上でなんか吸ったりなんかするらしいから、まあ、ここだけ汚いと。ね。本来の、この塗装のね、この部分と、なんか、さらされて、擦れてみたいなね。なんか汚い部分と差が出てしまってるって、まあそういうことになってますね。で、あと凹み傷ね。凹み傷。これね。うん、これは、ビニール、ここまでこうなってて、ビニールをペラ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 って取った下にあったので、まあもともとあってビニールをつけたのか、ビニールの上から傷がついたのかは、それはわからなかったです。ね、まあ、そこまではチェックしないもんね、納品できた時に。宅急便はどんどん借りたがるからね、ヤマトホールディングスね。
もうさっさとパッと見て、はい、なかったらあの子にサインしていってね、もうあの、本当にすぐ逃げたがるからね、あの、レテンチェックで異常ありません、パン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 ってこうね、あの、それをやって、うちら文句ないよって、裁判でも勝てるからね、あの、こうやってチェックしてるじゃんってね、それをあの、やらせるんで、ね、まああの、外観に傷などはね、傷汚れはありませんで、下にレテンチェックをするわけなんだけど、ね、まあ、ベロベロってめくった下にあるっていうね。だ全部取って、立ち合いのもとにきれいに全部流れ目まで、ね、いさせてもいいんだけど、ね。まあ、ほんと、これは、どう見てもね、まあ、目立ちます。アイリス、大山クオリティです。で、このね、困ったことに、この冷蔵庫、ね、これを交換してほしい、ね。あの、代品を送ってもらって、で、代品を送ってもらって、それで、あの、入れ替えで持ってってくれればね、別にそれでいいんだけど、あ、それができないっていうんだね。あの、システムの都合上もあるし、あの、配送手配の問題も あって、まあ、持ってくるのはヤマトなんだけど、あの、持って帰るのはね、なんか嫌がるっていうことで。なので、交換ができないから、再注文してくれと。ね。で、言われた通り、その注文。で、あの、売ってる価格がね、変わっちゃってるので、あの、差額はね、ギフトで補填しますよっていうことで、で、注文したんだよね。で、届くまでに、日にちがね、結構あるんで、予約でね、最短で数日後ってなってるので、で、まあ、それまでにね、まあ、20日に、要は、配達、今日だよね、午前中。本当はね、昨日の夕方から OK なんだけど、まあ、午前中に来てもらって、午後に持って行ってもらうのがベストかなと思って、それで、午前中にしたんだよ。わざわざ、1日、翌日にしたんだね。で、そうしたところ、アマゾンの担当者が、ちゃんと責任持って手配しますので、連絡をお待ちくださいで。で、そのメールで担当部署に行ってまだ返事が来ないので、来たら連絡しますで、翌日にメールが来て、それから音信不通なんだよね。で、なので、電話をした。ね。昨日だか一昨日だか、電話をした。ね。あれから何もアマゾンさん連絡が来ないんだけど、どうなってるんですかって、ね。こういったらちゃんと前の担当者が、手配をしていて連絡をするってね、ちゃんと記録に残っているので、なので、お待ちくださいと。ね。で、3回、ね、3人連絡してるんだよね。どうなってますかって。こういったらそれぞれの担当者が、みんなじゃあ私がやりますって言うと、3つ重複しちゃうので、だから一番最初の担当者が私がやりますって記録が残ってるから、だから、その担当者が責任持ってやるのでお待ちくださいっていうね、そういうことなんだよね。でも、配達当日になっても全く連絡が来ない。ね、で、3人目の担当者の時に言ったんだよ。手配できなかったらね、こっちの方でやるにしても、まあ今日来る、製品のね、要は段ボールを置いていってもらえれば、まあ、それに戻せばいいんだけど、この大きな冷蔵庫、左足怪我してて、ね、歩けはするけれども、すごく痛くて、ね、本当ね、治らないんで、病気がね。で、これをね、一人で移動するのは無理だし、まして梱包するなんて無理だし、で、これをそっちに持っていくには、ここ立てたまんまゴロゴロで持っていけないからね、そこ段差もあるし、だ、斜めにして出さなければいけないし、一人では無理なんだよね。で、今日ここに冷蔵庫を設置する。で、これを一回どかさなければならないので、一回これをどかしてここに置いてもらわなきゃならないね。で、どかしてもらって、それを玄関まで持って行ってもらって、梱包してくれるかどうかなんだね、問題はね。ま、中のアイスとか氷はもう諦めるよ。ね、一生懸命昨日処分したよ、いっぱい食べたよ。ね、
でもやっぱ買ったばっかのね、氷とかね、こんな使い切れないよ。あの、1キロ買ったのとかね。アイスはね、あの、あんだけいっぱいあったの、ね、昨日、おとといで頑張って食べたんで、ね。あとパピコだけ食べちゃえば、まあ、あとはもう食べたけど、ね。大変だよ。あと、こっちに入れてあったものもね、だいたい、あの、腐っても、ね、腐ったら困るもの以外は、だいたいみんな食べて処分したけど、ほんと、大変なことだよ。これってね。まあ、氷だけ今回ちょっと残念かなって。ただ、未だに、ね、冷蔵庫が来る当日に、アマゾンからは何も連絡が来ないし、で、こっちで手配しようにも、この大型商品を、あの、並走するのがどこなのか、それを教えてもらえない限り、ヤマトと佐川と、あと、あそこ、なんだっけ、あの、オッケーほら、名前が出てこない、ね。あるんだよ。あの、大きいの、西濃運輸、ね。で、3カ所とも、あの、事情を話して、だいたいどれぐらいですかって、サービスどこまでやってくれますかって聞いたんだけど、どこまで持ってきますかで、それがわからないじゃん。だから、お値段の出しようがないっていうね。うん、で、あの、ヤマトのああいうのとかは、そのまんまだったら、もう梱包からないから、あの、無人部でいくらっていう値段になってるから、まあ、そういうのは心配したくてもいいよってことなんだけど、まあ、あの、なんか、宅配便クラスのやつで持ってくと、ちゃんと梱包までしないとね、持っててもらえないけど、まあ、その、運ぶサービスによって違うんだよね。うん、だからね、本当どこに頼むかで、今日来る箱もでっかいでしょ？その箱を置いてってもらうか、どうしようかね。うん。その、置いてってもらっても、この冷蔵庫と、この箱、でかいものを二つ、じゃあ玄関に置いといて、ね、今自転車がそこに置いてある、ね、置かなきゃなんないんだけど、いや、あの、埋まるよ？ここに置いといたってさ、ね、通路大変だし、箱と二重で。ほんとね、あの、アマゾン大丈夫って感じで、ね。無責任だよね。で、結局さ、あの、二代目買うときね、先に建て替えなわけだし、この冷蔵庫が倉庫に行かない限り、返品してもらえないんだよ。5万円ね。だ結局さ、カードの締めがあるから、それ過ぎちゃうと、あの、落とされるんだよ。2台分。で、その翌月に調整で返金ってことになるんだよ。だそうなっちゃうから、急いでくれって言ってるんだけど、ね、そういう事情は全く関係がない。ね。ね、こんな腐るほど、ね、冷蔵庫にお金かけるんだったら、高い冷蔵庫買ってるよね。わざわざ5枚の冷蔵庫をさ、2台注文すれば10枚なわけじゃん。おかしいでしょ。で、買った、あの、2台目はね、7万円なんで、2万円補填してもらって、その分もカードで買わなきゃなんないからね、アマゾンギフトで、あの、もらって、その分ね、あの、カードで買って、まあ、ギフトは2枚使うから、まあ、10枚ってなんだけど、ね、買い物は12枚になるよね。だ本当ね、アマゾンは電話するたびにね、大丈夫です。ご安心ください。記録に残ってますから、ね、ちゃんと、あの、ね、配送手配して持っていきます。返金もします。大丈夫です。ご安心ください。それだけなんだよ。あの、ご安心できる生活ができないんだよ。あの、連絡もらわないと。ね、ちゃんとアマゾンの指示に従って、あの、差額をもらって、代品を注文した。で、これは返品の手続きをする。でも、どこに返したらいいかも返してもらえないから、こっちから返品手続きもできない。ね。担当者からは、ね、時間かかっておりますとか、週間報告も何にもない。ね。その、で、相談した当日以降、ね、何もない。ね、当時から翌日にあのメールが一個来てね。それから何もない。で、二人目、三人目の相談をしたけれども、ね、あの、伝えておきますって言ったけど、
ね、じゃあその内容伝わったら、お客様この度ってね、現状報告来るでしょ？別のものからね、連絡受けまして、現状こうですって、そういう連絡も何もない。だこのそびえ立つ、この冷蔵庫が、ね、いつ引き取られるのかわからない状態のまま、ね、我が家ででーんと構えていなければならない。困るでしょう。で、なんとかサービスで持ってってくれるんだったらね、今日来る箱を置いてってもらわなくてもいいけど、ね、とりあえず全部、ね、二人で来て梱包からないから、持ってってくれるサービスじゃないと、もう手間暇が大変っていうか、足を怪我してて、ね、負担かけるとピシッつってまた腫れて、ただでさえ痛いのが、ずっと激痛がまた治らないんでね。ほんと困るんだよ。アマゾンで冷蔵庫買って、初期不良に当たった場合は、本当に大変な思いをする。なので、冷蔵庫買うときに、やっぱ、ちゃんとした冷蔵庫、ちゃんとした、ブランドのやつがないと、これがだからたまたまなのかどうなのかね、今日来る冷蔵庫見ればわかるけど、おじいが注文した冷蔵庫残り1点だったんで、また。ね、これ注文した時はあと残り何点あったけど、今回注文した種類冷蔵庫は、残り1点入荷予定だったんで、その後3点になってたけどね、1日しか経ったら。だ、そんな数でポコポコ入ってくるって、訳あり品が入ってくるのっていう。アイリス大山、家電に回す通販で売ってるのと、こういうアマゾンとかに回すの、要はアウトレットレベルが、回ってるんじゃないかっていうね、視聴者さんからのコメントも来てるんだよ。もう確信犯じゃないのかっていうね、アマゾンのとこで売ってしまえば、ね、まあ、大型商品だし、ね、なんとかなっちゃうじゃないかっていう。だそういう、本来はアウトレット品が、まともな新品として、アマゾンに入庫されて、売られるんじゃないか。アマゾンなんで、で、アマゾンがセール、セールで売ってる時のものと、普通の値段が高い時でね、6万9000円ぐらいで売ってる時と、セールで2万円ぐらい安くなるんで、だその時の物を分けてるのか、同じ新品で売ってるけど、こういう訳ありのね、表ではアウトレットで売ってないけど、アマゾンのアウトレットって返品されたもののことをアウトレットで売ってんだよね。返品されて支障がないもの。ね。だから本当の意味の、アイリスオーヤマから入れてるその、なんか B 品というか、訳あり品というか、それを安く仕入れて、まあ、セールで売ってるか、普通にしか、ね、シレット売ってるか、確信犯ではないかってね、まあ、おじいも疑いたくなってくるし、視聴者さんも、そうじゃないのってね、そういう意見も来ています。ね。まあ、とりあえず、あと、アイリス大山の、ね、まあ、ここの汚くなる問題だね。ここね、ここは、梱包するときに、要は製造段階でわかるわけだから、まあ、これは、なんか汚れてる B とかね、アウトレットとか、なんかこう跳ねて分けてやっても不思議ではないし、ただアイリス大山のこの製品、どこしたっけ作ってるのが、ヤマジェンか、ね。そのレベルなのかどうなのかっていうね。で、確かに、ここからのペコペコとかね、まあ、あとこういう、こういうパーツのね、こうペコペコしようのとか、まあ、こういうのもね、熱、金型屋に向いたし、樹脂工場でも、いたことがあるけど、ペコって汚れるのは、金型でペコンって取ったら、熱いまんまね、もう動かしてこうやって、ちゃんと時間をかけて冷まさない。ね。と、こうなる。まあ、金型に異常がある場合もあるけど、この歪み方っていうのは熱くて変形してるので、まだ時間が経って固まってないのに、急いであれしたいからポンって取ってカシャーンってこうやるとかね。うん、あと
時間をかけてゆっくりとこう冷まして、ここに来たら箱に一個ずつこうやって入れるんだけど、あの、トイレに行きたいとかめんどくさい時はババババ、足まま、足チチチってバーって入れちゃって、バーってダッシュしてトイレ行ったりするんで、まあ、ただ、あの、オートメーションでジムやってると思うけどね、まあ、こういうところ一個見ても、あの、雑だなって思うよね。まあ、ここの横のベコベコは多分、あれが、ね、放熱のあれが入ってるからだと思うけど、ね。まあ、とにかくね、目立ちますよ。黒は汚れが。とても目立ちますよ。ね。黒を買うと、ものすごく目立ちますよ。ね、汚いですよ、本当、はい、そんなわけでね、今時間はもう8時25分に近いんだけど、ね、まあ、2、3時間後ぐらいにはここに白いアイリッシュ山のね、同じ冷蔵庫が置いてあると思います。さあ、これをね、どうしようか本当考えないと、中の氷もなるべく使っちゃないと、頑張って朝一番、ご飯食べたいんでね、朝一番から氷目一杯乗ってどうしようと思ってるんだけど、ね、そうそう、朝一番からパッピコも食べないと溶けちゃうからね。で、中身出しちゃって箱に入れてもらって冷蔵庫、置いてもらうのが一番いいけどね、次の冷蔵庫が冷えるまで、こっち側をそこに置いて代用という手もあるけど、もう、氷とパピコだけ諦めれば、あとこっちのものはもう頑張って、昨日のうちにもう、お腹ギビギビしながらアイス3種類も食べきったりとか、あとゼリーのやつとか、あんまり全部食べきったんで、あれ、あと1個なかったかな？やっぱあるな。1個食べきれてなかったな。だって2個あって1個しか食べてないもん。ね。あれ、まあ、アイスの方は、まあ今日は間に合うとして、ね。ほんともう、あと、ね、次の冷蔵庫を来て入れ替えればいい話なんで、まあ、ほっといても大丈夫なものなんで、ね、まあ、箱に入れて置いといてもらえれば、まあ、一番、そうすれば宅急便でそのまんまね、宅急便というか、集荷依頼で佐川だったら持ってってくれるし、ね。まあ、梱包が、あるないではまただいぶ違うと思うからね。はい、そんなわけで、まあ、悩ましいアイリッシュ大山、ね。ちゃんとした商品を流通させてくれていれば、ね、お客さんはこういう苦労することがないんです。ね。まあ、初期不良とかね、たまたまっていうのは、それは仕方がないよ。ゼロにすることはできないけれども、でも、こういうもうちょっと検査、簡単に見れば、わかるじゃん。ね、失敗してるってわかるじゃん。だ、完全にアウトレットに行くべきだしね、本当、ね。で、ここのシールのここだけ貼ってないっていうのは、これはもう、意図的なんで、これはもう初期不良のレベルだ、全部がそういう作り方なんで、根本的にだからそこを疑問に思わないっていうか、お客さんの立場になって考えて作ってないっていうね。テレビではね、アイリッシュ山の社長、かっこいいこと言うんだよね、すごく。正義の味方、安くていいものをね、言うんだけど、こういう、ダメなものはダメだよ。ね。はい、そんなわけで、アイリッシュ大山、ね、代品が来る直前の動画でした。以上です。